シリミナル、これが烈風の剣だ。スラッシュテンペスト。親友の恋の応援をしてたら思い人が偶然かぶっちゃった振り子ね。ハージもあるよ。偶然なら寝とってもバレへんか。ということで今回は騎士軍の剣の指導者でもあるレイさんを紹介していきましょう。僕の自慢のスラッシュテンペストも指導しておくれー。ボロンちっちゃいな。イリスちゃん、卑怯者は兄貴たちが傷ついちゃうからやめて差し上げろ。君となら一緒に強くなれそうだ。これからよろしく。ルナのお友達になってくれる。君は日々着実に成長しているね。ただし私を守ると言ったからにはもっと強くなって。大丈夫、君ならできるさ。仲間は僕が守るよ。実は最近修行以外でも君と一緒にいたい、そんな気分になることが多くなってきたんだ。流れ変わったな。戦いだけが全てではない。そう思えるのは大切な仲間と出会ってこうして絆を深めてきた日々の積み重ねがあるからだって感じてる。積み重ね感じるんでしたよね。つまりそのもっと君のそばにいたいんだ。いつか本当に君が私を守ってくれる騎士になると信じてる。だからこれからも頑張って。これはあくまで応援、まだごめゆえじゃないな。修行も大切だけど時には息抜きだって必要さ。今私がそんなことを言うなんてと思ってる？戦う時だって力みすぎるのは良くないよ。ホテルの休憩の意味が分かった時一歩大人に近づきますね。参ったな。手加減をしたつもりはないのに本当に私から一本取ってしまうなんて。君はすごいね。私が君を助けるつもりだったのに今では私の方が助けられることだってある。その成長の速さには嫉妬すら覚えるほどだよ。キくんも頑張ってるんやなって。だが同時にとても頼もしいし嬉しいんだ。これからも君の歩みをずっとそばにいて見届けたい。この特等席は誰にも譲らないよ。まだ指導者目線だからセーフ。たまには君と、あ、先輩こいつ様とか一緒に旅へ行けることとても嬉しいよ。君といる時間が少しでも長く続きますように。僕この旅から帰ったら結婚するんだ。君と出会って君の優しい心に触れて私は本当の意味で強くなれた気がする。君にはいつも感謝しているよ。ありがとう。ところでレイ様の服ずり穴あるけどそういうことだよね。今の私は君がそばにいてくれることが当然のように感じている。それぐらい君の存在が私の中で大きくなっているんだ。いつか君に君の歩みを見届けたいと言ったけどあの発言を撤回させてほしい。君の歩みを見届けるのではなく君と共に歩みたい。これからも私の隣にいてくれると嬉しい。隣にいなければ不作法というもの。さてお次はレイさんのプロフィール紹介です。年齢が18歳、身長163センチ、体重46キログラム、キルド・ブインクルウィッシュに所属する。前作のメインヒロインの一人です。庶民である二人とは違い、レイ様は実派上流階級の出身です。そんな貴族令嬢のレイ様が冒険者として活動している理由は、貴族令嬢としてお堅い生活を強いられる毎日に嫌気がさしたからで、家を飛び出し一人で森や山奥に入って魔物相手に剣術の修行をしたりして過ごしています。記憶を失った騎士くんに剣術の指導を行ったのがレイさんであり、そのおかげで騎士くんは魔物とも一人で戦えるように成長していきます。また趣味の釣りでも騎士くんと師弟関係を築いています。卑怯者は兄貴たちは釣った一番の大物は何かな。自慢してみよう。剣や竿など棒状の細く硬いものの扱いに長けるレイさん、やはりモテてしまうようで、レイ様ファンクラブというものが存在しているようです。その一人であるつむぎさんから熱烈なアプローチを受けていますが、その行為を拒絶したりはせず優しく接してあげています。女の子二人で楽しそうだねー。僕も混ぜてくれよー。さてそんな優しく上品であるレイさんはなぜかゴメリュエ四天王の一角を担っています。こんないい子がゴメリュエするわけないだろ。いい加減にしろ。
課長員の魂をかけるぜ。グッド、では、実際の現場を見てみましょう。ねえ、君。あそこまで引き止めたんだ。どんなことでも協力してくれるよね。何でもするって言ったよね、モロキン。そうか。なら行くよ。動かないでね。お願い。しばらく、このままでいて。か。レイ様、このような人目につくところで、そのような真似を。噂に強引に尾ひれをつけるんだ。私の覚悟は本物だって彼らに信じ込ませるためにね。見てはならん、絶対にならんぞ。私がいいと言うまでお前は目をつむっているんだ。この男、自分だけ楽しむつもりだな。うまくいったみたいだ。せいぜい見せつけてやろう。顔が近いな。肌の熱まで感じられるくらいだ。目をそらそうと思ってもそらせない。それ、キースキース。それに、熱い吐息が。君がこんなに近くにいるなんて。我ながら大胆なことをしている。いつか君と芝居ではなく、こんな風に本当の。やめておこう。これ以上はユイに怒られる。すまない、ユイ。いい匂い。そうかな。あちこち歩いて汗をかいているからそんなことないと思うけど、なんだか急に君と離れたくなってきた。理由は聞かないでお願いだから。驚いて聞きそびれてしまったが、汗臭くはないみたいだ。よかった。むしろ汗の匂いが。そろそろいいかな。離れるよ。どうだ、これで分かっただろう。なんてことを。さあ帰って父に伝えて。私には将来を誓い合った相手がすでにいると。外堀から埋めていくスタイル。さて、お次はレイさんのボイスを聞いてみましょう。驚くほど体が軽い。これなら剣技もいつも以上に冴え渡る。行くよ。卑怯者アミキたちは体重何キロ。私と君の絆の力、これからも二人一緒にどこまでも強くなりたい。レイ様の太ももエキスすぎない。私にとって君はかけがえのない存在だよ。今までもこの先も。私が自分を信じられるのは君が私を信じてくれるから。お願い、ずっと私を信じていて。任せろ、バリバリ。君の思いが私を強くしてくれているんだね。私もその思いに応えよう。もっとドキドキを感じたい。よくわかんないけど、そうすれば騎士君と何だってできそうな気がするから。今何だってできるって。よっしゃ、敵が全部片付いたら二人でパーッと飯だ飯。お前の好物たくさん作ってやる。ごめんゆい。そーれカオンが誇る名探偵の力を見くびってもらっては困るよ。か、癒し掛け物かい。新しく覚えた魔法はね、防炎防寒耐熱、あとは宴の始まりだ、ナンバーカーバロン。なんだこのおばさん。ということで、ゆいさんと新たに宴の魔法を覚えたので宴のお時間です。ツインクルイッシュ、ウィズビーとレイさんの戦闘モーションを見てみましょう。レイさんは公式の紹介文で、前衛で一点突破で敵を撃つ、孤高の剣士。ミニオンバースト、スキルともに完全の敵を倒すことに優れ、攻撃スキルやカウンターを駆使して前線を押し上げる、と紹介されています。単体攻撃に特化した、星1の物理アタッカーですね。珍しいカウンタースキルを持っているのですが、星1キャラなので一定をしっかりしないと、カウンターを生かす前に落ちてしまいます。専用装備、テールグローブを装備すると、物防デバフが追加され、活躍の使いが一気に増えます。さらに星6が実装された現在、物理攻撃力と物理クリティカル、さらに TP 上昇が大きく上昇しました。ミニオンバーストがスラッシュストームからスラッシュテンペストに変化し、風の刃の効果によってデバフ効果と時間が上昇しました。ミニオンバースト自体の威力が大きく上昇し、大ダメージを与えることが可能です。特にクランバトルではお世話になっている卑怯者アミキさんたちも多いのではないでしょうか。振り込めってデバフがあるのとないので驚くぐらいダメージに差が出るからね。
クランバトルにレイ様の星6解放を間に合わせるためにピュアメモリーピースをぼったくり価格で購入しましたねー。必死に15は観光地価格だな。ユイが後ろにいると安心して戦えるな。レイちゃん、だからって前に出すぎないでね。レイかけるユイもええー、な。さて、最後に恒例の仲良し部を除こう。そういえば、特に知的好奇心をそそられなかったので放置していたが、葵くんが言っていた BB 団とやらは一体どういった活動を？僕の歌を聴け。テーマソング。ほう、その歌がそれなのか。続けて。うん、封印か。近頃都の若者がたしなむラップとかいう習字法だな。ナウナヤングが好むあれね。ラライミングじゃないか。イエア、プチャハンゾーン。ということで今回はここまで。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので、感想やフォローをしてもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいママがいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち、キスぐらいなら親友は許してくれるから唇を奪っちゃおう。ではさらばだー。